じゃあね。あれ、佐藤さんは。あ、俺出るの？はい、もちろん。あ、出るんですか？俺出るの？もちろん。で、ここで言われてる曰くが、うん、和服の霊が出る。うん。が、心霊写真が撮れる。うん。で、今日はね、なんといってもトーマさんが来てくれてるんで、はい、トーマさんの感覚をね、ちょっとね。そうですね、最大限にちょっとお借りして。うん。怒ってくれればいいですけど。ただまあ、データね、撮ってもらって、持って帰ってもらって、はい、その上で何か入っていれば。普段、イノサトが二人でいるんで何も起きないことが多い。うん、なんで、トーマさんが普段探索してるのをやってもらう感じになるんですけど。うん、まあ、もちろん一緒に、まあ、ありますけど。もう今とかってあり、聞こえたりしました？今のは聞こえてない。何ですか？まあまあ、そのマイクに入ってるかどうかではありますけど、ちょっと今、背後ぐらいから女の人の声っぽいのがあったような。気がしましたね、今。もうすでに。もう始まってますね。マジか。なんだろう、感覚としては、ねえ、みたいな。ねえ。ちょっと女性の声っぽい。聞きたい。うん、聞きたい、ね。で、僕ちょっと試してほしいことがあるんですよ。はい。僕の中で最近、マイクの違いっていうのがかなり重要になってきてるなって思ってまして。うん。いいマイクであっても、やっぱり結構、その低音とか、あの高音とか邪魔になるところはカットされてるやつが多い。ただあの結構その安いマイクって言ったらあれなんですけど、その手のマイクの方がその分ちょっと下の音が取れていたりとか、うんうん、上の音が取れていたりとかするんで、なんかそっちの方が幽霊の声入りやすいんじゃないかなって、うん、だから心霊 YouTuber さんとかでも、なんだろう、声取れてる人と取れてない人って結構顕著に分かれてくるんじゃないかなって。まあ、今日はちょっと僕自身も理系さんの霊障ありを聞きたいがためにちょっと馳せさんじたんですけれども、わざわざ入れられてありがとうございます。ただね、ちょっと自分たちの霊障ありってなかなかちょっと高いですよ。高いですけど、高いですよ。そう、かえってデータを確認、まあ今回何か起きる、今この現場で何か起きるっていうよりかも、はい、かえってあの例えば幽霊、これは幽霊の声だろうって思えるような音声が最低限今回取れていればいいなって思ってます、はい、自分たちもね、否定したいどころか、はい、むしろ幽霊の存在信じたい派なんで、ウェルカムなんで、はいはい、むしろちょっとロマンがあります。そうですね。なんでちょっと今日は僕のマイクを設置していただいて使ってみてはいただけないかなと思いました。お借りさせてもらいます。あ、すいません、いいですか？いや、もうもちろんです。はい、わかります。わかりました。まあ、その音声と合わせて違う検証も含めて入りましょう。はい、はい、ということで、あとここなんですけど、僕も何回か来たことありますけど、怖かったこととして、あの旧吹上トンネルに続く暗闇の道あるじゃないですか。はい、はい、歩いてる時にその暗闇の中から動物かもしれないですけど、それにしてはちょっと女の人、あと年いってるような女の人のうーっていう声が、なるほどね。あ、今ギーって聞こえたけど、いや、俺は男の人の声でうんって聞こえたかな。おお、やばい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 、やばい、ね、別の話にはなりますけど、実際声を取ろうとしたら取れる場所なのかなと思ってみたい。いや、今のボリュームが鳴ったってことはそれほど近くにいるわけじゃん、はい、で救急吹き上げのあの環境を考えたら、もし茂み音も全くしてないのにその声だけってなると、うん、それだけでもちょっと幽霊の線が強まってくるけどね、うんうん、あんな草木生えてて、ね、今のボリュームで茂み音ゼロはさ、うん、考えられんか。実は僕らが前回行った時もちょうどそこら辺でそういうっぽい声聞こえてるんですよ。あ、本当ですか？はい、うん、だからもしかしたらほんまにそこら辺になんかあるかもしれない。そこをちょっと今日は取れていけたらいいなと。はい、はい、そうです、よろしくお願いします。いや、お願いします。お願いします。じゃあこれちょっと
マイクはちょっと社外機なんで。あ、社外機。マイクって、あー、あれか。え、これを僕らのビデオカメラに付けます。あ、そうか。はい。はい。ここはカットして。確かに。エイティは全然冗談です。トーマさんの感性をお借りすることになると思うんで、なんか聞こえたら極力すぐに反応するようにします、はい、行きましょう。お願いします。今のところは無音な感じがしますね。うん、まあ、虫がちょっと鳴いてるかなぐらい。っていうかなんか前来た時より結構崩れてない？一見は何もなさそうですけど、上かな。多分あの石みたいなのが落ちてきて、それをネットで受け止めるような感じにしてるんでしょうね。なんかどっかから高いな、みたいな音楽っぽいのが今一瞬聞こえたんですけど。音楽っぽい高い音ですか？音程があるというか、方向的には今入ってきた側ですか？男性の方いらっしゃいますか？なんか、うん、みたいな僕らの会話の合間に相づちを入れるような声が今一瞬聞こえたように思いましたけど、まあもしかしたら僕らの声の反響かもしれないですけどね。こんだけ響いてたら何か聞こえたらすぐ響きそうな気をするんですけど、もしでも近くに誰かいたとしたら今男性なのかなと思いますけどね。女性っていう感じじゃないような気がする。ほら、聞こえた？いや、今自分の声だったかなって、ちょっとごめんなさいってなって反響しました。あ、確かにでもする。確かになってる。今のは聞こえました。今のは聞こえた。でも今のはあからさますぎっつうか、多分トーマさんが感じたのとは別な気がする。別な、今のは車じゃない、多分バイクか車。今の多分取れてると思うな。なんか耳元でじゃないですけど、自分のちょうど多分視聴者さんから見て左ですね、はい、から女の人の声っぽいので、はぁーって今すぐ近くから話しかけられた感じしました。本当ですか？じゃあいるなら真横というか、そうです、遠くというよりは真横ですね。写真撮ってみます。よかったら一緒に写ってください。まあところいい見えないですけど、え、お二人が聞こえたのは何ですか？多分耳元っていうよりは、そう、あと外から入り込んでるみたいな感覚でしたね、うん、だから外から入り込んでる感覚なんで、道路で走ってるバイクか車の反響かなっていう感じ。バイクの音みたいなのが聞こえたってことですか？うん、確かに声っぽいような気もしないこともないですね。確かに、でも低音のうーみたいな、あ、ガツボス。まあ幽霊の声も反響するのか気になるところではあるけど、ね、トーマさんが聞こえてるのが反響してくれたら一番いいんですけどね。そうなんだよね。まあでも僕の間違いじゃ今のなかったら、はい、入ってます、はい。
マジですか。はい、入ってますね。楽しみ。多分入ってます。そういう感じじゃないような気がする。ほら、よい、あれ女性っていう感じじゃないような気がする。ほら、よい、あれ今話しかけてこられてますか。今は何も聞こえないですね。喋ってる時の方が聞こえてるような気がしますね。できればね、誰も喋ってない時に聞こえたらね、どうしてもなんか人間が喋り始める時と喋り終わる時って最初のさ一文字目の発音になる前の音があるじゃん。なんか作業だったらちょっとこうスッてこする S1 文字で、そう S 音とかね、作業だったらさちょっと息を他の50音順よりも息を吐く音が最初にできくるじゃん。ハーヒーフーみたいな。それがね、3人の中のうちの誰かが仕方、がなんか反響して声っぽく聞こえてるかもしれないけど、まあでもね、ちょっとロマン感じたいんで ね、トーマさんのこの鋭い感覚を引き続き。さすが理系さんだな。話してることがやっぱりめっちゃ面白いわ。またみんなでエンドビューとか行けたらね、行きたいですけどね。トンネルもあともうちょっとですね。ちなみにこの出口の位置感で、その肝試しの子らとに一人で行ってもらったんですけど、ちょうどこの位置感ぐらいで女の人の声でこっつりが、こっつりですね。トンネル抜けたら誰か一人がそのカメラを持ってちょっと一応押してくるっていうのがありかもしれない。じゃあ僕らそこでちょっと待ってみます。そうですね。でも実際あれですもんね。ミノコが一人でトンネル回って僕らそのトンネルの端で待ってたじゃないですか。その時あの佐藤君と二人でミノコの方面からなんか口笛っぽいのを聞こえた。ああ言ってましたね。そういえば。それ佐藤さんも聞こえてたんですよね。俺も聞こえてた。で僕は聞こえてなかったんですよ。俺はでもね、あの感覚の話になっちゃうけど、トーマさんとは逆方向から聞こえたんだよね。あ、本当か。そうですね、出口の方から聞こえて、で、トーマさんは胃の散歩をしてもらっている方向から聞こえたって。元の、何ですか、原本って言ったあれですけど、でその原本っていう音が僕らの耳には聞こえてなく、反響だけが聞こえたみたいな感じです。あ、そうです、そうです、そうです。だから位置関係が分かりにくかったんですよね。佐藤とトーマさんが待機してるときは動画を撮らずに静かにしようっていう姿勢だったんで、肝心のそこが動画撮ってないっていうあの僕が一人で歩いてるときに、まあ、そういう口笛の音が、まあ、聞こえた人がいたら教えてくださいって言ったところです。ちょっと僕だけ戻ってきます。ちなみに左手で敬礼はダメなんですよ。僕が一人やからこそ幽霊さんが近寄ってきてくれたらいいんですけどね。できるだけ足音も立てへんほうがいいかな。トーマさんの感覚をお借りできるのであればだいぶ入り口の方で聞こえてたので、ちょっとしっかり聞いていこうと思います。うん、気のせいか。
これって顔認証じゃないんかな。トンネルの入り口のせいってなってる。これってトンネルの周りに対して顔認証がかかってる。iPhone のカメラの方では顔認証ならないんですよね。認証は反応せんくなった。赤いリボンみたいな。ああ今なんか鈴の音聞こえたんですけど、鈴チンチンって。近さ的には結構近めです。マジ方向はこっちの方。この紐の話してたあたりですかね、もしかして。そう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 。ん？ん？鈴の音が鳴る要因はなさそうですよね。なんかカバンにそういうもん入ってるかな。僕はないっす、少なくとも。もうちょうどこの付近なんですよね。そのここら辺でそのそれこそブラックストーリーのクラちゃんと一緒に行ってたんですけど、うん、なんか動物なのかちょっとわかんないですけど、なんか鳴き声じゃないけど人の話し声にも捉えれそうな音声が聞こえてきて、でこの先になんかワイヤーみたいなものを張っているところがあるんですけど、女のちょっと年のいった女性の声で。みたいな聞こえたけど、いや俺は男の人の声でうんって聞こえたかな。うおっ、やばいやばいやばい、ちょ待って。返答が返ってきて、もうほぼ逃げ帰るような状態になっちゃったと。まあワンチャン動物の可能性もありますけど、どうしても僕らには人の声にしか聞こえなくて、うん、ここですね、ワイヤーゾーン。ここでちょうどこの位置感かなぐらいから声が聞こえたことがあると。マジ。それも映像使っていただいて、逆にその音声が何かもちょっと見てみてほしいなと思ったりします、はい、いやちょっと分析かけます、はい、できる限りにはなるんですけど、はい、いつ見てもすごい場所だな。なんか紙がなくなっちゃってます。あ、中身がない。これトンネル手前にあったトンネル茶屋で悲惨な殺人事件が発生した。じゃあ検証の準備始めますか。始めますか。はい、はい、これじゃあ RPR の電源つけます。
今からね、救急吹上げトンネルで、検証を始めます。はい。これはあのセンサーに反応があるかどうかってことですかね。そうです。あれ、俺たちかな。早速反応してるんですよね。スタート。反応してんの。してるね。上の左下が光ってるのは、うん、ちょうど自分たちのこの間、はい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 、でその電波が干渉する何かが動いてないと検知しないセンサーなんですよね。だから幽霊が磁場を帯びてる説が本当だったら間にいる可能性がある。ありますね。ああ。佐藤さん動いても反応してないのかな。うん、動いてないです ね。反応したらピカピカ、はい、する感じですよね。はい、やっぱしてるね。なんか反応しました ね。トーマさんの動きになんか近かったけど、でも、うん、今動いてもそうなすもんね。ですね。押してないですもんね。ってことはオカルト寄りに考えるなら、はい、俺らの様子を伺ってんじゃない、逆に。間で一緒に見てるか、こっち向いてるかもね、ワンちゃん。ああ、でもガジェットに興味があるんだったら、うん、あっち側向いてるか。カメラの後ろにいるかもしれない。え、でもさ、普通に考えて、うん、3人の男性の方が気にならん、ガジェットよりも。まあね。でもその、どっちかっていうと肯定的な感じですか。自分ですか。はい、今の。あ、今のはどっちかっていうと、霊がいるならセンサーの検知した状況を踏まえて、もしかしたらこういう動き方してるんじゃないかなっていう予測です。変な感じであることは間違いないというか。間違いないですね。あ、おお。こんだけ今もトーマさんも動いてるじゃないですか。うん。でもなってない。まあ、基本的にこの人動物が動かないと絶対検知しないセンサーではあるんです。じゃあ別の方向に光ったら動物とかがいる可能性もある。可能性もありますね。もしくは幽霊が移動してるか。はい、なるほど。今ドップラー1が検知したじゃん。はい。でもこのセンサーはその動いてれば動くしこう検知するというか、その動いても急に止まったらその物体自体は動きがない間はセンサーオフの状態になるんです。あ、動きがない状態なんだ。で今センサーの反応落ち着いてるってことは同じところにいるかもしれない。同じところにか、センサーの射程内、射程外に外れたかも。ああ、確かに10メートル外にね。そうか、だからちょうどセンサーが検知できる10メートルの縁にいるかもしれないね。うん、だとしたらもうそこじゃない。そこや。もう目の前にいるぐらいの感じになっちゃう。向かい合ってる可能性もありますね。ありますね。今こんだけ僕動いても反応せえへん。うん、じゃあサーモグラフィーで 熱ないか見てみる。あ、面白いですね。どうですか。サーモグラフィーには何か異変ありますか。いや、ないっすね。特にない。じゃあさ、どこがドップラー1が1の検知範囲かはっきりさせるか。ん？何の音ですか？何の音ですかね、今。なんか小石が落ちて、あの塞いでる鉄の扉に当たったような音にも聞こえたけど、うん、なんか
状況的にタイミング良すぎません？ボイジャーになんか反応してくれたらいいんですけど。うん、確かに。じゃあ近づくんで、はい、どこまで近づいたらドップラー相手が反応するか。しました。うん、今これドップラー1ですか？人感センサーも話してます。じゃあここだわ。そこっす。ギリギリの距離。うん。今なりました、もう一回。ちょうどこの木があるところ。じゃああの範囲内にいたってことですよね、何か。そうっすね。あのなんか大木が横に倒れてるまで。うん、面白いっすね。面白いっすね。うん、電波に干渉する。だからこれが本当に幽霊だったんだとしたら、他のさ心霊 YouTuber の方はで電磁波測定器使ってるじゃん、トリフィールドみたいな、はい、あれは割と的を得た検証ってことになるけどね、うん、磁場を計測するっていうのは。面白い面白いな、よかったです、ね、今はまだ反応してないですけど、ドップラー今1のセンサー範囲外にいるとします、うん、もしかしたらもう一回入ってくれるかもしれんっていう可能性も踏まえて、ドップラーの向き変えてみます。ああ、そういうこと。向き変えて、向き変えても同じ方向になったらそこにいる可能性高いと思うんですよ。なるほどね。あ、なるほど。あ、じゃあそれやろうか。ドップラー1の反対側にあるドップラー3を手前に持ってこようか、はい、で奥が1になる。はい、OK。 これで逆にドップラー1が反応したら向こうに移動した、うん、ってことですね、はい、湿度 83%。 湿度 83%、 はい、えぐ。じゃあちょっとね、今ね自分たちがここにいる場所とボイジャー R キャンを設置してる真ん中、うん、で何か怪しい検知があったんで、うん、まあ、ドップラー1の方角ですね。なかなかこんな感じのことって多くはないですか？ボイジャー導入してから割とあります。あ、割とあるんだ、はい、意外に。でも場所によっては本当に何も反応しない時もあります。うん、はい、なんで試しにボイジャーを今ひっくり返しました、はい、今自分たちとボイジャー RK1 の間は ドップラーと PIR3 で1は反対向いてますね、はい、でこっからはトーマさんにボイジャー RK1もう横にいてもらって検証してもらいます。はい、はい、ちょっと一人検証っぽい感じですね。はい、一人ですか？もちろんもちろんもちろん隣にトーマさんいてもらうんで、もちろん反応しちゃうんですけど。僕にね。そうですね、はい、それでも何かあの違和感のある、明らかに動いてないのに、はい、検知があるかっていうのは、まあ後からログで見れるんで、はい、はい、やってみたいと思います。 OK です。はい、トーマさん、じゃあ今から、まあ、10分15分ぐらい、新手の拷問ですけどよろしくお願いします。近めに僕らはいるようにします。あ、本当ですか？はい、さすがに動物が来ると危ないんで。確かにクマとかね。はい、俺らトーマさんのガチファンから刺されんじゃねえでしょこんな人体実験みたいなことして本当ですか？もっとやれって言われるかもっとやれって トンネルの中に誰かいますか？誰かいたら僕に何か一つアイスもらえませんか？二人とも結構近くにいますよ。センサーの範囲外にはいます。なんか物音聞こえてません？いや、聞こえてないです。トンネルの中に誰かいますか？音聞こえてない？僕の目の前にいますか？後ろにいますか？少し足音が聞こえているように思うんですけど、僕に誰か近づいてきてませんか？
シャと聞こえる。後ろから同じく聞こえます。もう少し近づいてきてもらうことはできますか。もう少し近づいてきてもらうことはできますか。後ろに誰かいますか。お声聞かせてもらえませんか。ぽちゃんっていうか、今の水滴の音かな。なんか水たまりに足を入れるような、ちょっと重ためのものが水の中に落ちるような音が聞こえたような気がするんですけど。やばい、二人ですかこれ。あ、すいません、ハチっぽいのが来てすいません。なんか聞こえてます。いや、こっちでは特に。うん、怪しいね。怪しいね。ちょっと44分台。眠たくなってきた。よし、いやお疲れ様です。いや、お疲れ様です。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。こちらこそ。もうこれで終了ですか、一旦。そうですね、はい、あとはあのログ考察なんですけど、はい、ログに切り替えて、はい、まあ、検証を始めた12時前後は、はい、まあ、ドップラー1で、まあ、怪しい反応あって、で、トーマさんが1人検証中、はい、怪しい反応あったのが、40分分とか43分とか あったんですか。なんか若干反応怪しいなっていうのあったんですよ。確かにトーマさんが動いてるなっていう時に光って、はい、でその後にトーマさん動いてないのに、あれあ あれなんやってなった時があったんですよ。42と44です。なんかそのタイミングで僕が何か聞こえてたら変ですね。そうですね、もしかしたら、うん、だからその時の映像を流すんで、トーマさんの動きとガジェットの光になんかマッチしてないところがないかっていうのを見てもらいたい。うん、内緒とします。撮れてない。なぜか29分で途切れてる。あれ、ほら、なんだろう、止めてないのに。んちょうどトーマさんが検証し始めてからのログが消えてる。そうだね、30分からのログがないね。おー、綺麗に29分で途切れてる。謎現象っす、うん、プラス困りました。考察困りましたするログがないっす。もう一回やりましょうか。いや、あれでもさ、これちなみにこっち取れてんのかな。こっちは全部取れてる。取れてるの。あ、取れてるんだ。あれ？ってことは、じゃあダストも取れてる。ダストも取れてる。ただ人感センサーとドップラだけ取れてない。綺麗に。いやー、それはありえないぞ。しゃあ。いや、それは考えにくい。取れてないなら全部取れてないはずなんだよね。取れてない。あ、なんで全部取れてないかっていうと、あの通信が遮断されてるはずなので。うん。うん、全部録画ないはずなんですよ。でもこの状態って通信は接続できてます。ただ人感センサーとドップラーセンサーの録だけ取れてませんってなってるんですよ。ボイジャー RK-1 には熱の動きに反応する赤外線の PIR と、あとさっき話した電波で検知するドップラーの他に湿度と温度と、うん、あと周囲のホコリ指数を測るやつも搭載してて、はい、
このテンプレチャーヒューミディティは温湿度なんですよね、温度と湿度の状態、はい、でこっちは46分までちゃんと取れてるんですよ。でチリダストも46分まで取れてる。それ以外が全部取れてないってことですよね。センサー類が全滅ですね、なぜか、うん、で取れないんだったら全部取れないはずなんですよね。温度湿度もホコリも取れてない、はい、うん、そういう組み方してないからね、プログラム。あ、ありえないってことですよね。そう、ありえないですね。機器の不具合であってもその一部だけ取れてないってことがおかしいのか。そうです、そうです、そうです、そうです。機器の不具合であれば全部取れてないが正しい、うん、単純にね、30分以降さ全部取れてないんだったら、ね、Wi-Fi が貧弱すぎて通信できてなかったとか、うんうんうん、あとはそのシステムがそもそも組み方がいけてなかったっていうね、はい、取れてますもんね、一部が。そう、一部がちゃんと取れちゃってるんで、正確に取れてるからなんでここだけって感じですよね。そう、でもこれさ、いや、さすがに幽霊でもその干渉は無理じゃないって思っちゃいますけどね。これを幽霊が干渉したなんて言い始めたら、いよいよ何でもありになるよね、うん。実際にトーマさんの近くにいて、うん、取られたくないからこいつらだけ止めたっていう、まあ、僕らが知り得ないバグがあったのか、ある可能性も、まあ、まあ、捨てきれないっちゃ捨てきれないですけど、けど、うん、まあこのタイミングっていうのも不可思議っちゃ不可思議ですね。ちょっとこれは謎っすけど、トーマさん一人検証中はログ解析がまさかのできないと。まあ、すいません、映像、いやいやいや、トーマさんが悪いわけではトーマさんが動いた時と、うん、ボイジャーが反応した時を見比べて、うん、まあ映像で見比べるしかない、見比べるしかない。そうですね。じゃあちょっとできることをやるとして、あの温度と湿度とホコリ指数が今、はい、アナリティクス映してるんですけど、こっちを見ていきたくて、でこれが検証を始めて5分後、10分後、15分後なんですけど、で下の赤い線は温度で上が湿度ですね、はい、あ、温湿度はでも一定なんで変化ないですね。ダストはめちゃくちゃ変わってますけど、確かに、まあ、検証を始めて10分、15分後だから12時から始めて15分後、あれですね、佐藤さんが Wi-Fi もう一回つなぐために近づいた時ですね、うん、だから俺が近づいて足踏み、ほこりが舞った、でほこりが舞った、うん、すげえ詳細に分かるんですね、うまいな服の揺れ具合とかで服についてるチリとかが、でこれが仮に誰も近づいてない、はい、激しく動いてないのに想定外のほこりの量だったら、ほこりの量だったら目に見えないだけで何かが動いてたとしか思えないっていう。ただこの400とかは全然高い方じゃないんで、1500以上だったらちょっと怪しいです、うん、でも1800のこの12時14、5分は佐渡が近づいたんで妥当な数字、それ以外怪しい検知ないですね。まあ、なんといっても謎はやっぱセンサーが全滅してるってことない、30分以降、うん、その全滅してるってのは僕の検証の時だけの、はい、そうなんですよ。そうです、なんで僕だけなんですかね。それまではいけてるわけでしょ。そうです、いけてます、いけてます。そんな一部的なものっていうか、言ったらそれまではいけてたわけでしょ。そうです、うん、なんでその検証し始めたら急に僕の瞬間だけダメになるんですか。いやー、なんやろうね、このバグり方、バグだとしても結構トリッキーだけどね。トーマさんがこういろいろ感覚を研ぎ澄ませて教えてくれたところは、今のところはまだ佐藤はここのことかなっていうところは見出せてないんですけど、それだけ感覚を鋭いっていうのは、やっぱりトーマさん自身が幽霊の声を実際に体験したことがあるからじゃないかなっていうところもあって、僕の持論ではあるんですけど、例えばなんか耳元で聞こえたり、なんか聞こえたのっていう時に編集してて声が入ってたら、自分の中ではこれが幽霊の声なんだなっていう認識になってくるんで、次行った時にそれっぽい声が聞こえてきたとしたら、あ、これはそうだねっていう判断ができてると思うんですよ。編集の時に聞いてる声を、まあ、経験則として現場でこういう同じような音も聞こえてた時に、あ、これじゃないっていう感じ。そうですね、
ね、それが思ってたより母数が多かったって話ですね。その上で、理教科としては、まず声が聞こえることがない現地で、それプラス編集で聞こえることもまあほぼほぼない。まあ、経験値的に少ないからこそ聞こえたことがないって思ってることが多いってことですね。今回の検証のその根本のところになるかもしれないですけど、そのマイクのその集音、まあ例えば幽霊の声が取りやすいマイクと取りにくいマイクっていうのがあって、今のマイクがどうかわからないんですけど、できてない状況があったとしたら答え合わせができれてない状況になってるのかな。いいやつになればなるほど勝手にノイキャンされてたりとかして、まあノイズキャンセルの範囲に幽霊の声が入ってて、それが勝手に消されてとかっていうのはまあ考えられるんじゃないかなと思って。いや、それはあると思いますね。例えばね、その高いマイクが低音のね、ボフボフいう音を切るようなマイクやったとしたら、まあ例えばおじさんの声とかあるじゃないですか、低音域の。おじさんの声がそのボフボフ音と周波数的に合ってたとしたら、そこがカットされちゃって、ボフボフおじさんの声が取れなくなってきたんですよ。まあカメラによっても違いますしね、音を取る範囲というか。確かにマイク依存はありますね。聞き依存もまあ確かに。今度は実際に幽霊の声聞けるところで、トマさんが経験したところ、やっぱりあそこかな、遠藤病院。ああ、ちょっと NG なんだそこは。NG。 確かにトマさんが NG です。もうトマさん次名前呼ばれたらもうやばいですね。覚えられてると思ってます、僕は。あそこに、まあでもその他にもいったらありますよ。ご一緒にどこか行けたらなと思うんですけど、ぜひぜひお願いします。お願いします。ちょっとね、この2組じゃないけどで、なんか幽霊に取れたら激アツっすね。いや、ちょっと狙いに行きますか。まあトマさんもそうだと思うんですけど、理教科、はい、あの前鏡で狙って2年過ぎちゃったんで、はい、で、正直のまま。まあでも幽霊の声あたりやったら軽視してるわけで全然ないですけど、お約束します。おお、はい、また何かあったら連絡させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで急にまた場面が切り替わりましたが、ここまで長い間視聴していただいて本当にありがとうございます。ただね、せっかくボイジャー RK-1 の向きを回転させたのに、まさかのログが消失するハプニングが発生するとは。どうしても不完全燃焼感がありますが、せめて最後にですね、トーマさんに提供してもらったブラックストーリーの黒さんと体験した謎の声について。いたけど、いや、俺は男の人の声でうんって聞こえたから。おお、やばい。ちょっと待って。ソフトをかまして、その正体ににじり寄りたいと思います。今画面に映しているのが怪しい声っぽい音が聞こえたところをグラフ化しています。まあ、確かにグラフ上でもブーっていう動きが見て取れますね。こことこことここですね。で、この中で、まあ、一番周波数が高いところは今カーソルで合わせてるこの場所ですね。で、今小さく右の方向にカーソルを合わせたところのいろいろ情報出てきてますね。で、それを見ていくと、ピークフレンキシーが 36.1238Hz、 まあ多数切って 36Hz で、一般的に男性の声は 85Hz から 180Hz で、女性の声は 165Hz から 255Hz の範囲と言われています。まあ、あくまで一般的な数値なんですけど。で、今見てもらった通り、うーって聞こえた一番高い周波数のヘルツ帯が 36Hz。その人の声としては、まあ、極めて、まあ、低すぎる周波数ということになります。まあ、そういったことを踏まえると、その人間以外にこの音が収められた要因があることがわかります。で、かつ、ピークピッチなんですけど、これが
C シャープ1って出てますね。で、音楽に精通してる人はイメージつくかもしれないんですけど、この C シャープ1というのは非常に低い音に当たります。で、その男性の人の声でも最も低い最低音でも C1 から、まあ大体 C2 とかなんで、それよりも低いその C シャープ1という音域が記録されています。じゃあこれが人間の声じゃなかったら一体何の音なのかっていう話になってくるんですけど、ざっくり、これらの要因が考えられるんじゃないかなって思ってます。で、こっからまたさらに消去法でいくと、遠くからの交通音、あるいは、動物の鳴き声、うめき声の2つかなって思いますね。ただ今回聞こえたブーっていうのは、まあ、単発なんで、まあ、車とかバイクだったら2回連続でなんかそういうノイズが入ってたりとかしそうなんで、まあ、これもどっちかというと可能性低いんじゃないかなと思います。あとは消去法的には、動物の活動ということで、何かしらその深夜で活動している、まあ、動物の、鳴き声もしくはうめき声の可能性が、まあ、非常に一番高いかなって感じですね。で、本当ならね、具体的にじゃあ何の動物の鳴き声なのかっていうのまで特定できたら一番気持ちがいいんですけど、まあ、いろいろな動物の鳴き声をこう試しに聞いて、音に近しい動物の鳴き声がないか、まあ、一応あがいてみたりはしてるんですけど、まあさすがにこの動物だってマッチするようなところまではいけてないんですよね。ただまあ、今、もろもろ話したことを踏まえると、人間の声じゃなくて動物の可能性が限りなく高い。で、もし、この鳴き声に心当たりのある動物を知ってる人がいたら、コメントで教えてもらいたいです。というわけで、旧吹き上げトンネル。レーションなし!と言いたいところなんですが、さっきもね、言った通り、まあ、ログが消失して不完全燃焼なところもありますし、まあ、あと動画の中でトーマさんが、反応を示したタイミングで、何か声っぽいものを感じたりとか、それ以外でも怪しいと思う箇所があれば、ぜひコメントでどしどしお待ちしてます。そして理系岡の方でも、その音源を迫れるようなガジェットの開発に力を入れています。で、今回ね、非常にてんこ盛りな内容だったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。今後とも力強化をよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。